ある時は釣りバカ日誌で爆笑し、またある時はアウトレイジで戦慄して、探偵ナイトスクープでの涙に癒された国民的英雄の西田敏行さんですが、あの愛嬌のある笑顔からは想像もつかないやばい話があるそうです。今回は身も縮むような最強伝説や、その愛されキャラの裏に潜む闇の深さ、また異常なまでの激痩せの真相について、気になるので調べてみることに。それこそ西遊記の著白海をいただいた時には、これだと思いましたというように、まさに西田さんの出世作となった西遊記は70年代の終わりを飾る空前の大ヒットドラマでした。孫悟空を演じる堺正章さんと、三蔵法師の夏目雅子さんに加えて、佐五条は岸辺四郎さんという、今思えば夢の組み合わせでした。女優の夏目さんが三蔵法師をやるという珍しいキャラクター設定や、猿、豚、カッパの絶妙なトークが人気を呼んで、 NHK 大河ドラマの裏番組であったにもかかわらず、最終回の視聴率は 27.8% を記録し、お化け番組となった西遊記。番組の終わりの決まり文句、続きは次回の講釈でや、五代醐の歌ガンダーラを聞くと、なぜか明日からまた学校が始まるという何とも言えない気持ちになったのを今でも鮮明に覚えています。そんな西遊記が西田さんの俳優人生の中でも忘れられないものとなっている理由の一つが、今は亡き夏目雅子さんとの忘れられない思い出があったからだと言います。夏目雅子さんといえば、資生堂の CM の真っ黒に日焼けしたクッキーフェイスでデビューして、その後はお嬢様芸と揶揄されながらも、映画鬼龍院花子の生涯で名実ともにトップ女優の階段を駆け上がるも、新婚の幸せの真っ只中に難病の白血病となり、27歳という若さでこの世を後にした。絵に描いたような発光の美人女優でした。今も語り継がれる美しさの反面、チャーミングで気さくなその素顔に、西田さんも含め3匹の妖怪たちはメロメロで、断るごとに夏目さんを口説いていたそうです。昼食の時も出し抜かれないように、着替えもせずそのままの格好で出かけていた3人とはいえ、当時の撮影はとてもハードで、睡眠時間は毎日3時間ほどだったそうです。ですから夏目さんを含めた4人組は休憩時間に点滴を打っていたことがあって、その時に勃発したのが、夏目雅子さんの隣に誰が寝るかという熾烈な権利問題だったそうです。西田さんが言うには、堺さんは絶大な権力があったので当確、岸辺四郎さんはじゃんけんには必ず勝つため、弾かれるのはほぼ西田さんだったそうです。そんな熾烈な争奪戦を繰り広げた3人ですが、朝の4時から夜中の12時までの撮影を終えると、堺さんと西田さん、岸辺さんの妖怪トリオは夜の六本木に繰り出して発散していたそうです。しかしそんな3人に恐ろしい事件が起こったのです。後日ある番組で明らかになったのですが、いつものように繰り出した夜の六本木のとある店でのこと、明らかに一人で来ていた綺麗な女性が3人のことをちらちら見ていたのに気づくと、早速声をかけて一緒に飲んでいたちょい悪3人に、うちに来ませんかと、その美女からまさかの誘いがあったそうです。2つ返事で女性の家で飲んでいた3人、ふと西田さんのすごい痩せを見た女性からお風呂を勧められて、西田さんはご機嫌でお湯に浸かって鼻歌まで歌っていた。ちょうどその頃、突然女性の彼氏が帰ってきて、なんで芸能人がいるんだと揉め始めたんだとか、堺さんと岸辺さんは西田さんがまだ風呂なのに、じゃあ失礼しますと白状にも
西田さんを置き去りにして帰ってしまったそうです。そんなこと全く知らない西田さんはのんきにお風呂から出た途端、何なんですかオタクはと女性の彼氏から問い詰められて、西田さんはさっきまでの下心を隠そうと男性の気をそらすためにとっさに、連れはどうしましたと聞くと、帰りましたよと言われて仁王立ちされた西田さん。その時ばかりは一発もらっても大丈夫なように歯を食いしばったそうですが、無事に服を着て帰ることができたそうです。生きててよかったとしみじみする西田さんの一方で、酒井さんは次の日に会うのが楽しみで仕方なかったとか、西田さんには最強の瞬間だったことでしょう。40年以上経ってもつい最近のことのように楽しそうに話す二人を見ていると、そこに岸辺四郎さんがいればなぁとつい思ってしまうのは私だけでしょうか。西田敏行さん、1980年のドラマ池永源太80キロに主演し、翌年の NHK 大河ドラマ女対抗期に準主役で抜擢されると、歌手としてももしもピアノが弾けたならが大ヒットして、 NHK 紅白歌合戦にも出て見事大ブレイク。以降は映画釣りバカ日誌シリーズなど数多くのドラマや映画に引っ張りだこで誰もが知る存在になった西田さん。探偵ナイトスクープの2代目局長として2019年まで19年にわたって歴任するなど、類稀なマルチの才能を発揮してきた西田敏行さん。日本アカデミー賞では4度の主演男優賞と3度の助演男優賞を受賞しています。俳優になる決心をしたのは一体いつ頃なのでしょうか。西田敏行さんは1947年11月4日福島県郡山市に生まれています。実は幼い頃に父親が急逝して、5歳の時に母親が再婚する際に母方のおばの家に養子にもらわれています。養父は公務員でとても裕福とは言えない生活でしたが、よく映画に連れて行ってもらった西田さん、自分もあのスクリーンに映る人になりたいといつしか夢見るようになったそうです。明治大学農学部へ進学のため福島を出て上京すると同時に、俳優志望だった西田さんは俳優養成所の日本アカデミーに入っています。ところが大学はわずか半年で見切りをつけて、今度は21歳で青年座養成所に入団。2年後には座長にまで昇格したものの、まだまだ無名に等しい存在だった西田さん。それでも諦めずに努力を続け、30歳の頃に出演したドラマ「西遊記」や「特捜最前線」でやっと人気に火がついたのだとか。苦労を重ねても諦めなかったのにはある理由があったからだそうです。実は西田さんはブレイク前の1974年にすでに結婚していたそうです。気になるそのお相手はというと、久子さんという劇団の後輩でした。二人の馴れ初めは劇団青年座でまだ研究生の久子さんに西田さんが一目惚れして交際が始まり、数ヶ月後には久子さんのアパートへ転がり込んで同棲が始まったのだとか。西田さんにとって決め手となった強烈なエピソードがあるそうです。二人でお酒を飲んだ後、初めて久子さんのアパートに入った西田さんの目に飛び込んできたのは、4畳半の小さな部屋の中にポツンとひびの入った鏡台が一つだけある光景でした。西田さんの唖然とした顔を見て、女優だから鏡台は必要だけどその他はいらないと久子さんは毅然と言い放ったそうです。その男前な言葉に西田さんが胸をズッギュンと打ち抜かれたのもわかる気がします。同棲を始めてからの久子さんは女優の夢を諦め、アルバイトを掛け持ちして西田さんのサポートに専念したそうです。
よほどの覚悟がなければできませんね。久子さんの献身的なサポートがあったからこそ、西田さんが人気俳優になれたと言っても過言ではないでしょう。家賃35,000円の安アパートで、新婚旅行にも行けなかったほど貧乏でしたが、ついに1977年に4000万のマイホームを久子さんにプレゼントすることができたそうです。ところで、西田家には子供はいるのでしょうか。実は2人の娘さんに恵まれていて、彩香さん、鳥沙さんとおっしゃるそうです。なんと1980年代に CM で親子で共演をしていて、また人気番組のドリフ大爆笑にも出演をしています。そんな娘さんたちは現在は何をしてるのでしょうか。さらに調べてみましたが、一般人として生活をしていることしか分かりませんでした。また久子さんは長女が生まれた時に西田さんから、育児が落ち着いたら女優に復帰していいと言われたそうですが、西田さんを支え続けることに全く迷いはなかったそうです。ところが少し前に西田さんはあらぬ噂で誹謗中傷を受けたことに対して異例の抗議をしたことがありました。2016年10月5日に行われたドクター X 外科医大門未知子の制作発表会で、ネットでシャブ隠しのために入院したと書かれました。この場で言わせていただきますが、私はシャブ中じゃありませんと外交一番に自身の潔白を訴えた西田さん。こうなった経緯は、ある週刊誌が某大物俳優の薬物使用疑惑を報道したことがあって、その人物が西田さんだとネットで急激に拡散しただけでなく、テレビ局まで張り込みをする事態になって、さすがに限界が来た末の西田さんの発言だったのです。結果的には2017年にその噂を拡散した3名が書類送検され、一応の決着がついたのもつかの間、今度は西田さんの引退を匂わす噂が出て世間がざわついたのです。現在の年齢は75歳の西田敏行さん。ある時期から激痩せした姿やもう歩けない状態だという話が報じられ、ひょっとしたら引退もあるんじゃないかとファンからも心配の声が上がっていたのも事実。そもそも以前の西田さんは吉永小百合さんから心配されるほどのヘビースモーカーで、1日のタバコは60本以上、大食漢の上浴びるほど酒を飲んでいた西田さん、体が悲鳴を上げるのも無理はありませんね。2001年に頸椎性脊髄症で手術を受けたり、2003年には心筋梗塞で緊急搬送されたものの、発見が早くすぐに復帰できたのですが、今度は2016年に自宅のベッドから落ちて首の頸椎を亜脱臼して手術を受けています。その後胆嚢炎が見つかり、胆嚢の摘出手術を受けています。まだあります。その治療中に糖尿病も見つかってしまった西田さん、実は激痩せしてしまったのはこの頃で、そもそも食事制限をしていたことが激痩せの原因だったそうです。あまりの風貌の変化にネットではなんで余命宣告もされていると根も葉もない噂が広がったこともありました。杖をつく写真が報道されたこともありましたが、事務所の関係者の話によると、歩けるが大事を取って杖をついたり車椅子に乗ったりしているそうで、いわゆる加齢によるものだとか。また2021年放送のドラマ俺の家の話で車椅子姿で出演したことで勘違いされて、もう歩けないのではと憶測を呼んだようです。現在は膝や腰を痛めていますが、リハビリにも積極的に取り組んでいるそうです。いかがでしたか。あなたはどう思いますか。心筋梗塞からの復帰会見でも、このまま死んだら遺作がゲロッパになる、それだけは避けたかったなんて、
独特のジョークで笑い飛ばす谷志田さんですから、これからも素晴らしい演技を期待しています。それでは、また次回お会いしましょう。